ここはどういうところかと言いますと、猪苗代湖です。ちょっとボケてますが、猪苗代湖港がありますこんな感じです。海水浴場になってます。地面の こんなところから全量は比較的空き安定した15前後、どちらの機械も15前後を指しております。以上です。猪苗代湖です。今は湖南町の湖水浴場に来ています。気温がだいたい20度を下回るぐらい、湖畔ギリギリの線量が800で、16ぐらい、ウクライナ製の、機械で、まあ、時々10を超えますが、6から7です。うちの機械はなかなか一度拾ったものを、逃さないようで、比較的安定した数値になってますね。まあ15と考えて 0.15 と考えていいのではないかと思います。